ベルマヒ。ベルマヒとは、顔面神経の麻痺によって、障害側の顔面筋のコントロールができなくなった状態のことである。顔面神経麻痺の原因として、脳腫瘍、脳卒中、ライム病などがあるが、原因が特定できない場合に、ベルマヒと呼ばれる。この疾患の名称であるが、初めてこの疾患を報告した、スコットランドの解剖学者、 チャールズ・ベルにちなんで命名された。ベルマヒは最も一般的な急性単身経炎であり、急性顔面神経麻痺の最も一般的な原因である。東洋医学ではメンタン、口目歪み者、口癖と呼ばれている。ベルマヒは特発性片側性抹消性顔面神経麻痺と定義され、通常人への感染は起きない。不全麻痺、または完全麻痺が急速に、 通常は1日以内に完成するのが特徴である。ベルマヒでは顔面神経が炎症によって主張、腫れることした状態にあると考えられている。顔面神経は頭蓋骨、側頭骨の細い管、顔面神経管の中を走行しており、この管の中で主張すると神経が圧迫され、神経伝達の阻害や損傷、細胞死が起こるとされている。 ベルマヒの原因は確定されていないが、臨床上、実験上の証拠から、1型単純、ヘルペスウイルス感染の関与が示唆されている。医師は、ベルマヒに対し、抗炎症薬や抗ウイルス薬を処方することがある。薬物治療が走行するには、早期治療が必要である。ただし治療の効果についてはまだ議論が分かれている。ほとんどの患者は、 自然に治癒しほぼ完全に機能も回復する。多くの場合、治療しなくとも発症後10日もすれば、改善の兆候が見られる。障害側の閉眼ができなくなることも多いため、目の乾燥を防ぐ必要があり、これを怠ると、ウサギ願による角膜上皮障害によって、視力障害をきたすことがある。ベルマヒの年間罹管理数は10万人中、約20人ほどであり、 これは、加齢と共に増加する。アメリカ合衆国では、毎年約4万人が発症している。一生のうちに、ベルマヒにかかるのはほぼ65人に1人である。家族内遺伝は全症例の4から14%ある。妊婦は、非妊娠女性に比べ3倍ベルマヒを発症しやすい。糖尿病患者では全人口に比べて4倍発症しやすいと言われる。年間間率の数字は、 報告によって差があり、10万人中15人、24人、25から53人とするものがある。レルマヒは報告するような疾患ではないため、診断された患者のしっかりとした記載はなく、正確な推計は困難である。顔面神経の運動神経繊維が、側頭骨の顔面神経管内を走行しているところで炎症を起こし、 その結果、管内の神経繊維が圧迫されて、神経の信号伝達がブロックされたり、神経障害が起こったりすると考えられている。顔面神経麻痺があっても、その原因と考えられる疾患がある場合には、ベル麻痺とは呼ばない。例えば腫瘍、髄膜炎、脳卒中、糖尿病、頭部外傷、他の脳神経の炎症を起こす疾患、サルコイドーシスやブルセラ症などなどである。 しかしこういった疾患では、神経症学的所見が顔面神経に限定されることは稀である。先天性の顔面神経麻痺を持った新生児が生まれることがあり、ベル麻痺に似た症状を呈するが、これは分娩時の外傷による顔面神経の不可逆な損傷による。1型単純、ヘルペスウイルスがベル麻痺と診断された症例の多くから同定されているとする研究があり、 抗炎症薬、プレドニゾロンや、抗ウイルス薬、アシクロビルによる薬物治療に期待かかっている。しかし臨床上ベルマヒと診断された症例のうち、HSV-1 が同定された例がわずか18%、体状方針ウイルスが同定された例が26%であったとする研究もある。したがって、ベルマヒと診断された症例では単純。 ヘルペスウイルスが重要な役割を果たしているとする考えはまだ仮説の段階であり、さらに研究が必要である。HSV-1 感染は神経繊維の脱髄化に関与している。この神経損傷のメカニズムは前日の狭い顔面神経管での神経繊維の不死と圧迫が神経損傷の原因だとする考えとは異なっている。 脱水化はウイルスによって直接的に引き起こされるのではなく未知の免疫反応によるものであるらしい。以下はこの仮説と新たな治療法を示唆する報告である。HSV-1 の増殖そのものが顔面神経損傷の原因ではなくアシクロビルによる HSV-1 増殖の抑制は神経機能不全の進展を防げない可能性がある。 未知の免疫反応を通した HSV-1 の再活性化による顔面神経の脱髄化が HSV-1 誘発性顔面神経麻痺の病院であると示唆されるのであれば新たな治療戦略としてこのような免疫反応を抑制することが効果的だろうウイルスの中にはエプスタインバールウイルスのように症状なく感染を続ける 潜伏感染するものがある。休眠状態のウイルスの再活性化が、ベルマヒの背後にある原因として示唆されている。このウイルス再活性化に、外傷や環境要因、代謝疾患や、浄動性疾患が先行すること、すなわち感情ストレスや環境ストレス、寒冷のような、身体ストレス、外傷のようなといった、ストレス、つまりは、宿主の状態変化が再活性化の引き金となっている。 ことを示唆するる。研究がある顔面神経は瞬き、閉眼、微笑み、眉ひそめなどの顔面の表情を表す筋の動きや、累液分泌、唾液分泌などの機能を司る。また、中耳にある、あぶみ骨筋を支配したり、下の全三分の二の味覚を伝達したりしている。ベルマヒあるいは顔面マヒの特徴は、障害された側の顔面が垂れ下がることである。これは、 顔面筋を支配している顔面神経の運動機能の機能不全が原因であり、この麻痺は角技性、海運動ニューロン型の麻痺である。顔面神経麻痺がある場合、臨床的には顔面神経のすべての枝が障害されているのか、それとも前頭部の筋の動きは保たれているのかを見極める必要がある。前頭部の筋は両側の大脳に支配されているからである。 顔面神経麻痺の患者が額のしわ寄せはできる場合、麻痺の原因は脳内にあり、中枢性顔面神経麻痺、顔面神経そのものには問題はない。ベル麻痺の鑑別診断の中で除外が困難なものとして、水糖、帯状疱疹ウイルス感染症による顔面神経麻痺、ラムゼーハント症候群がある。重要な違いは、この場合外事に小水砲が現れることと、 聴覚障害が見られることである。しかしこれらの症状が見られない場合もある。ライム病では、典型的な顔面神経麻痺が見られるが、ライム病固有の抗体が血液中から見つかれば、診断は容易である。ライム病の流行地域では、これが顔面神経麻痺の最も一般的な原因となっている。単神経炎という定義にもかかわらず、 ベルマヒと診断された患者は時に、顔面の異常近く、軽度から重症までの頭痛や、軽部痛、記憶障害、平行障害、動足の上下肢の異常近く、動足の上下肢の筋力低下、動作のぎこちなさなど、顔面神経機能不全としては説明のつかない、多彩な神経学的症状を呈する。これは未まだベルマヒにおける難問である。診断は、通常神経内科。 または、自備咽喉科の医師が行う。ベルマヒの診断は、他の考えうる疾患を除外することで行う、除外診断。ベルマヒは一般に特発性と呼ばれるが、これは原因が不明だということである。つまり特定の原因がないというのが診断になる。ベルマヒというのは、診断がついた疾患の残りであり、現在の医学的知見では、区別できない、異なる、 原因の疾患を含んでいる可能性がある。よって、口述の病院や治療選択、治癒のパターンなどについても根本的には不確定なものだということになる、口述の他の兆候も参照。多くの患者が専門医にかかっていないという研究があり、一般の臨床医にとってベルマヒは簡単に診断がつくものと考えられている。しかしかなりの数が誤診であるという。 除外診断のためには本来精査が必要であるから、このことは驚くには当たらない。治療については、議論が分かれている。不全麻痺の患者では、予後は、極めて良好であるため、治療の必要は、普通ない。しかし、併願できない、口を閉じられないといった、完全麻痺の場合は、一般に、ステロイド系抗炎症薬を投与する。早期にプレドニゾロンを投与すると、 アシクロビルを投与した場合や、無治療の場合と比べ、3ヶ月から9ヶ月後に完全回復する可能性が高まる。ベルマヒにヘルペスウイルスが関与している可能性が高いことから、アメリカの神経内科医のほとんどが原因不明の顔面神経麻痺に対して、アシクロビルなどの抗ウイルス薬治療を処方しているが、大規模研究の結果では、 プレドニゾロン単独に比べてアシクロビルを加えることに利益はない。外科的に顔面神経繊維を除圧する手法が試みられているが、現在のところ効果は上がっていない。針治療も研究されているが、決定的な結果は出ていない。アメリカ神経内科学会の実践指針では、副人皮質ステロイドは安全で、おそらく有効。アシクロビルは安全で可能性として有効であると。 記されている。アシクロビルプレドニーゾロン療法が走行するには、早期治療、発症から3日以内が必要である。発症後10日以上経っている場合、治療は不要である。漢方医学では、ベルマヒは風にさらされて、風、患者が侵入したものとされる。治療には、カッコン油や魔王油などが処方される。針治療が行われることもある。 治療を何も行わない場合でも、ベルマヒは良好な予防を得られやすい。1011人の患者を対象にした研究では、85%の患者で発症後最初の3週間以内に回復の兆候が見られ、残りの15%では3ヶ月から6ヶ月後に回復が始まった。1年以上、または回復するまでの経過観察では、3分の2以上の患者で完全回復が見られたが、 12%は中等度の回復、4%はごくわずかな回復しか見られなかった。別の研究では、不全麻痺の場合はほぼ1ヶ月以内に麻痺が完全に消失した。完全麻痺では、最初の2週間以内に改善が見られた患者では、ほぼ完全に寛解したが、改善が3週間以降に見られたかまたは、改善しなかった患者では、多くの患者に、後遺症が残った。 もう一つの研究では、10歳以下の若い患者では、予後がよく、一方61歳以上の患者では、予後は相対的に悪かった。主な合併症は、慢性の味覚の消失、無味覚症、慢性顔面痙攣、角膜感染症である。角膜感染を防ぐためには、睡眠時や休息時に眼帯をしたりテープで目を閉じる、または人工類液の点眼薬や、 目軟膏を使用することが特に完全麻痺の場合には推奨される。閉眼が完全にできない場合は反射も低下するため目の外傷には十分気をつける必要がある。他の合併症として顔面神経が不完全、あるいは誤った再生をすることがある。神経はより小さな単位の神経繊維が正しい目的地に向かって枝分かれする太い束と考えることができる。 損傷した神経が再生する際に、全体的には、元々の経路に沿って正しい目的地にたどり着く。しかし、神経繊維の中には、脇道に逸れているものがあり、これが、共同運動と呼ばれる状態を引き起こす。例えば、目の周囲にある筋を支配している神経が、再生するときに、脇道に逸れて口の周りの筋に行き着いてしまうことがある。この結果、ある部分を動かすと、 別の部分が一緒に動いてしまう。目を閉じると、口角が不随意的に上がってしまうようなことがある。このほか回復後に、稀にワニの涙症候群を呈する患者もいる。食事の際に涙が流れてしまう。これは、顔面神経の唾液腺と類腺を支配する神経の再生が誤った結果と考えられている、顔面神経のお参照。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。